こんにちは、豪遊の部屋ナビゲーターのゆうりです。今日は遊園地のウォーターパークに秘密の場所があるという情報をゲットしたので行ってみたいと思います。実は普段物語を作っているので、あまりこっちの方には来たことがないんですよね。ウォーターパークが見えてきました。というわけで早速秘密の場所に潜入していきたいと思います。だいたいこの辺りの岩山から入るといいらしいです。この中に入る方法は座布団を使っても良いのですが、今回は自転車を使っていこうと思います。自転車の物理のチェックを外すことでいろいろなところに入ることができるので便利ですね。では早速行きます。中はこんな感じになっているんですね。岩山の中なのに不思議な空間です。物語を作っている人は山登りのシーンなどで使えそうな場所ですね。ぽっかりとスペースがあるので、小道具で何か作ったりしても面白いと思います。上の方はこんな感じになっているんですね。特にバグるわけでもなく普通に動けます。下にも行けるみたいなので行ってみますね。下の方はどこまで行けるんでしょうか。行ってみましょう。下の方は水が見えてきたので、ウォータースライダーのプールの部分でしょうか。あれ、なんか水のさらに下に来ちゃいましたね。この辺りはちょっとバグっているような感じの場所ですね。これだけスペースがあればここにも何か作れそうですが、水の中みたいなので水中都市みたいなものを作っても面白いかも。ここが一番下なんでしょうか。うわ、何かバグってしまいました。え、いきなり水の中ですか。わあ、綺麗な場所。ウォーターパークにこんな場所があったなんて知らなかったです。まだちょっとバグっていますが、もう外が見えているので岩山の中からは出てしまったようですね。皆さんはこの場所は来たことありましたか。面白い場所だったのでぜひ皆さんも探検してみてくださいね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆様のコメントもお待ちしています。ベルボタンを押せば新着動画のお知らせが届くので、ぜひ押しておいてくださいね。